穏やかに晴れた今朝は放射冷却が強まり。道東では内陸を中心に厳しい冷え込みになりました。キラキラと輝く氷の粒。空気中の水蒸気が凍って朝日に輝く。ダイヤモンドダストです。今朝の道内は最低気温が遠軽町生田原でマイナス二十三点零度。陸別町でマイナス二十二点八度を観測するなど。 同等で厳しい寒さとなりました。毎度だから。もうこんな温度な。寒い。嫌だね、うん。これからずっとだね。今日日中は冬型の気圧配置が緩み、天気が回復するところが多く。日差しを受けて、昨日と同じ零度くらいまで気温の上がるところが多くなりそうです。